はいどうもオックアンゴツ貨市場ね、まあ盛り上がってますよ。ちょいちょいと。でね、これ、私、直近の、まあ、私の知り合いっていうか、つながりがあるね、方のお話なんですけども、まあ、最近、コインチェックのね、サイト、アプリを、で、それで手続きをして、ようやく買えるのかなって、振り込みはできんのかなって、で、買えるよっていう段階まで来てる方なんですけども、これね、まだ送金と、 受信ができないのよね。で、こういう方って多分いっぱいいらっしゃると思うんですけども、あのー、やっぱり対応が随分遅れてるっていうところはあるんですよね。送金受信送金と、あ送受信、うん、送金と、そうですよね、受信ね、お金を受け取るね、ね、えー、通貨を受け取るなんで受信ですよね。で、それができないっていうのはあ出てきてるんですけども、 これ昔であれば3日くらいでできたんですよ。うん、すぐできた。でも今は時間かかってるう。1週間、2週間くらいどうやらかかってるらしいですね、うん。で、まあこれは待つしかないんですけども、まあ何事も早く始めた方がいいよっていうのと、うーまあそうですね、みんながや,やり始めちゃうと、やっぱこうなっちゃうんだよねっていうのが、まあ,あ、まあ、体験としてね、またあ私の。 記憶にね刻まれたわけなんですけどもこれねあのー、みんなが始めてから始めるっていうのは昨日の音声でも起こしたんですけどもあのー、よくないっていうかみんなが乗ってない時に乗っちゃうのが楽なんですよね、うん、楽だしでリスクが高い高いって言われてる時に乗っちゃうのが楽なんですで資金が少なくてそこからね爆発的に まあ本当、だから、昨年、一昨年の秋とかね、私も一昨年でしょ、もう。一昨年から始めてる人たちっていうのは、まあ、簡単に上がってるわけですよ。うん。まだ、まあ、相場が出来上がってないんで、全然上がるんですけども、その、簡単に上がってきてるって言っても、異常なんですよね。うん。ものを、ビットコインに貼って、今だったらビットコインこれ高いじゃないですか、めっちゃ。いくら もう150万とかでしょ ?150 万、160万でしょで、そしたらこれ、1枚すぐ買えるのって言ったら買えないじゃないですか。150万をね、いきなりこれ買うよって142万。ね。コインチェック上で142万です。で、これを見た場合に買えないでしょこんなの。ね。で、こういうのが、本当何枚って買えたんですよ。 何枚って5枚とか50万円出せば5枚とか6枚とか,か6枚7枚買えたしでこういう時に入るのか本当にそういう時には入らないで、えー、結局上がっちゃってから入るのかっていうのは本当これぐらいの差が出るわけですよねでこれは金融ビッグバンでもって全く異質のものだよって私音声で言ってるんですけどもこれもう終わっちゃってんじゃないっていう人もいるでしょう多分うん。 もう終わっちゃってんじゃないのっていう方もいますけど、全然ですから、全然。うん。ね。だから、あのー、これを信じるかどうなのかっていうのは、まあ、私を信じるしかないですよ。私を信じる。私は感性の人だから、あのー、あれもモこうでもないっていうのは正直分かんない。ね。コインがあれもモこうでもないって私に聞かれても本当分かんないですよ。うん。 だっっててなんかかノリで買ってますからねうだからこの方が勧めてんであればじゃあ乗っちゃおうかなっていう。うでビットコインは何で入んなかったのっていう時期があって入んなかった時期もう知らせてから1年以上も入んなかったんだけどでそれは何で入んなかったのって、ね、よく分かんなかったその点がね感性がに響かなかったわけですよ。感性に響かなかったっていうよりはその点の捕まえ方が分かんなかった。 つながんなかったんだもんだって。ビットコインがなんで世の中に必要とされるのかなっていうところで、つながんなかったのよ。私の頭の中でね。うん。だから、あのー、これに関してはね、私は入んなかったんだけど、でもまあ、つながるわけよ。今は、もう完全にこれ来てるよってね。ね、えー。間違いなく来ますよって。ね。えー、そういうことなんですよね。 だから、まだまだ買った方がいいよっていうお話です。はい。うん。これ、みんなが困ってる時ってのは、みんなが困ってるって時は、みんなが入って動いてる時なんでね。うん。ただ、まあ、そういうことなわけです。で、テレグラムね、これ、募集、まあ、1個前にね、もうやめるみたいなね、10日くらい休むよっていう話をしてて、今もう再開かよっていうのは変なんだけど、再開です。はい。これ、あのー、縛りが2500って縛りが、その中で、ね、 まあ,あることであってでそのあることの決着ってほぼほぼついてるようでなんですよだから2500の縛りの中でもうや,やれてるようなのでまあそれはそれでいいでしょうねえー、まあそれはそれで、まあ、今から入ってくださる方は流してね新しい情報をがばりがばりと入っていってくださいねえー、これは入ることによって何が起きんのっていうことなんですけども純度が高い水が飲めますっていう話です ねえー、非常にこの純度が高い水ってのは世の中には出回ってません。ねえー、世の中は噛み砕いたものがいっぱいごジョ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 してます。でその噛み砕き方によって形が変えます。伝言ゲームっていうものをやると最初伝えた側1番側と10番側受けた側ね1234ってこう順番にねその伝言ゲームを繰り返す。伝言ゲームって要は 言葉に表せなくてその単語を用いなくてそのジェスチャーとージェスチャーだけで伝えるのかなジェスチャーだけで伝えるっていうまあ方法は何とも理解あるとは思うんですけどもそれを繰り返すと一番その10番目に渡った時にはとんでもないことになってるあるいは美味しいものをみんな間に抜かれちゃってで美味しくなくなっちゃってるっていう形になっちゃうんですよ。ねえー、なのでなんですけども今面白い時代でその面白い方か 面白い方なんですよ、ね、普通であればこれをこういう考え方って多分できないと思うの。でも最初は持ってたと思うのみんなお金持ちになったら講習はしようって志を高くしてであのー、まあ何て言うのかな貧乏な方々庶民的な人たち困ってる人たちを助けようっていう形でで続け行動をずっと続けられてる方っていうのは多分そこにうん だと思うんですよずっとね。モチベーションが持たないもんだって。自分のお金のことだけ考えてても、もうモチベーションって持たないのよ。飽きちゃうしね。で、そういうこともあって、そういう方なんですよ。そういう方がいて、そのテレグラムグループにはいて、で、それを教えてくださると。ね。えー、なんですけども、そんなに私は時間ないんじゃないかと思ってます。うん。だあと、そうですね、2年、3年じゃないかなと思いますよ。 2年3年ね。えー、だからうー、この間に、とにかくもうその間に登るしかないですから。私の頭の中ではね。もうその間に、うーテレグラムに入って、登るのが一番早いと思ってます。うん。なんで早いのかって言ったら、純度がね、高い。私、一般庶民にね、降りてこないようなね、情報が、とっとこ出るわけですよ。ね。えー、それが、あとまあ、ICO でも何個かはあるでしょうし、 でその後も、その情報、これいいの悪いのっていうのも、いっぱい出てくるでしょ周りの情報を拾ってると。まあ、正直な話、まあ、拾わなくていいっていうのは、うん、本当。周りの情報を別に拾わなくていいよって、だってやりたいことあんじゃんって。で、やりたいことやりながら、お金を程度そこだけ気にしとけて、で、資金をそこに投じてあげれば、まあ、問題ないよっていう話なんですよ。ぶっちゃけね。うん。なので、 だから入っといた方がいい。で、お金持ちの考え方っていうのはインストールされます。だここも結構重要でしょうん。お金持ちの情報だったここで入れないと、よそだってないんだもん、そんなの。ありますお金の持ちの情報。例えば私のお金持ちの情報っていうのは今すぐ仕事を辞めても、まあそのまま生活がままなって好きなことをやってる。これがお,けお金持ちの ね、私の状態ですで。お金持ちって言われる、あとはもうそれ以下はないです。お金持ちの基準は、私の基準はそこ。でも、この中には何名かいらっしゃい,います、うん。正直ね、その空気感で読んでる部分もあるし、空気感じゃなくて、実際に合わせていただいて、あのー、その、なんていうのかな、空気を、ね、吸わせていただいて、それを感じ取ってる部分もあります。ね なんですけどもあっな,なんですよだからこういうことをしゃべってられるんですよそうそうであのー、お金持ちって周りにい,れいらっしゃったらいいっすようんそれこそ本当年にね、えー、数億っていうのを何年も繰り返しててでもう,もう仕事辞めてもいいよって仕事趣味程度だよって仕事健康管理ぐらいで動いてるよっていう感じであればそれはまあその方と付き合ってればいいとは思うんだけどおー まあいいとは思うのかないいとは思うのいいとは思わないなあのその方は大体程度もう先が見越して動いてるからまあいいじゃないですか。ね。その方はもう欲っていうのが程度収まってる。ね。えー、なんですけども今からなんだけどその今もその欲っていうのは変なんだけどその民のためにいい時間を割ろうっていう欲ですよ。 欲があるとすればみんなをハッピーにしたいっていう欲ですうん。そのみんなをハッピーにしたいっていう欲がこのテレグラムの中にはいるんですよでみんな中に入ってお金持ちの方々はそういう欲求ですだってみんなだって程度自分が出来上がってるからもう飽きちゃうんですもんねこれねうん。だって自分の話だけしてももうお面白くないわけですよ極論 で、人が何するのかな、こうなるのかな、こう変わったかなっていうのが面白いわけですよ。で、それが幸せっていう方向に向かえばいいんじゃねっていう話なんです。まあそこなんですよ。二言。ね。みんなをし、これね、あの、淡白に言うと伝わんないのよ。あの、みんな、みんなを幸せにすることが欲だとかね。みんなを幸せにしたい。 グループなんだよっていうとあまあ言葉がそぎ落とされてしまってその熱量だとかね、えー、まあ文字が足んないと思うのよでもそういう場所なんですよまあとにかくねここ入ってみていただければそのねあれがわかると思いますよ温度感っていうかこれは絶対わかると思うからまあ本当 そうですね。1週間、2週間、まあ、遅くても2週間、こうやって眺めてれば、わかんじゃないかなと思うよ。この温度感。すごくいいとこ。ねえー、で、その、で究極、その、絞り上げちゃって、テレグラムの情報だけ絡んでればいいですよ。ね。絡んでればいいんだけど、そうもいかないでしょ。うん。情報知りたいでしょ。いろいろ。で、それでまあ、 検索してしまうっていうのは、まあ程度、まあ置いとくっていうか、その中で自分の情報を得ようとするのは、まあそれはいいんじゃないですか。それはそれでやっていただいてもいいんですけども、あのー、まあ ICO だとか、ああいうものに関しては、ここのやつ買っとけばいいと思う。うん。ここのやつ買っとけばいいと思うんで、で、これね、私は言われたのよ。うん。あのー、テレグラムっていうのを5000人にしたいっていう。で、みんなを幸せにしたいっていうのは、そのね、 うー親方の話なんですよ、ね、でその親方の話だから、まあ、うみんなを幸せにしたいっていうのは、まあ、私も一緒ですよだってみんなが落ちてくっていう今のね日本の今の立ち位置ねだからもう50前ですよって平均年齢が、ね、50歳前ぐらいになっちゃってて平均年齢よ で2020年には2分の1の女性がもう50歳以上かな、まあ、とにかくまあ50っていうのが平均50っていうのが見えちゃってんだよ。ね平均50っていうのは見えちゃっててこの国であと10年後どうなるのって言ったら60でしょで移民が増えるって言っても少子化っていうのはまあこのままだろうしだって不安で子供産めないじゃんこんなとこでって思うでしょ大体、うん、それが普通だと思うのよ。 確かに子供ってのはすごく魅力があるね、方、えー、なんですよ、子供赤ちゃんっていうのは。本当魅力、これな,ないとで、やっぱこうね、こう世の中こう、まあ、昨日ね、ちょっと出かけてて、まあ、子供さんを見る機会っていうのは多かったわけですよ。で、こうやって眺めてて、で親とのこの対話だとか、まあ、言葉通じないじゃないですか、赤ちゃん同士だとかね、そういうのは通じないんだけど、こう見てて、表情とか見てると、やっぱ、 元気になるんですよねこうあの優しくなれるっていうかね。で、ああいうのを見てて、子供ってのは最強なんですよ。いたほうがいい。絶対いたほうがいいんだけど、だって産めないじゃん。ね。高校行かせらんない、大学行かせらんないって今なっちゃってて。で、やばいよって、本当にこれ、声が、まあ自分だけでもよやばいっていう声が私のもとにね、届いてるのに、そこで子供産めんのって言って、 埋めます、うん、こんな不安でさで学校の行くって言ったってお金かかんじゃないですかでやっぱりね子どもさんってまあ生き物ですからうーそのあ,あと中学校あたりくらいになればまあ進学どうすんの高校あたりになったらまあ就職進学どうすんのって道どうすんのってなるでしょ自然に。ももっと言えばもうそそれこそ 今からあの子なんかは中学生ぐらいになったら起業すっかなっていう話になってくると思うのよ。で、そういう時に、ちょっとしたお金ってやっぱ必要なんですよ、うん。で、そのお金がないから結局みんな産めないでしょだって不安だもん。うん。これ、これ正論だと思う。産めないって言って子供作れないっていうのが、私は正論だと思いますよ。だって、自分の生活がままならないし、もう老後なんて超不安じゃないですか。で、 私は日本的な今の日本がこのまま動かないんであればもうオワコンだと思ってます。もうやばいよと、うん。終わってるコンテンツだと思ってますよ。ただね、今の日本でいいとこっていっぱいあるでしょ、うん、インフラだとかアニメだとか安全だとかあるでしょもうそれだけあったら日本の立ち位置ってのはだいぶいいじゃないですか。で、世界にこんなね、その ATM がね、今暗号通貨っているのいらないのって、だって私たち日本人はその ATM がいっぱいあるから、 それは必要ないけどさって。で、世界では ATM ってないからさって。だから広がるのよっていうことは私は強く言いたいんですけども、あのー、そういった感じで不安定なんですよ。世界ではね。安全。まあ、安全がないからインフラも整わないのかな。インフラが整ってるから安全なのかな。そうなのかな。うん、そうですよね。どっか地方行っても、まあ、道路のね、アスファルトのごちゃごちゃしたところはあっても、まあ、 程度道が出来上が上ってんじゃないですかここに行くあれがどこに行くって言ったらナビもあるし何でもできんじゃないですか私たちってでこういう国ってないのよであのー、あれこの話したかなああしたしてないな生まあ声ではあげてないと思うあのー、イスラエルに行った方の話をしますとイスラエルに行ってね で、タクシーだから乗り物に乗った時に、ショットガンが後ろに積んであるって言うんですよ。ショットガン。ショットガンって、あれでしょあの、なんか、まあ私はシティハンターぐらいでしか見たことないんだけど、あれですよね。あれが積んであるんですよ。うん。で、やっぱその中でね、やっぱ、で、まあ人種的には温厚だって言うんですよ。うん、まあ、感じた感じね。 私は行ってないから感じられないんだけど、まあ、これ二次情報なんだけど、あの、温厚だ、温厚っぽいよ、みたいな話を聞いて、ああ、そうなんですかって、それでもショットが車のね、後ろにこう見えちゃって、ああ、やっぱ怖いでしょうん。それ、でもその中でやっぱり生きてらっしゃるわけでしょですよね。だからまあ、イスラエルって国っていうのは、どうやらこれも聞いた話なんだけど、これ二次情報二次情報だな。 あのーまあ、どっちかなんですよ、うんと。そっちの方に向かうしかなくなっちゃう方々とっていう人は言う。いや、分かんないよ。わかんないよ。で、その危ない方に向かう方と頭脳の方に自分をた、うん、ける。今、ネットがあるから何でもできるでしょ。で、プログラムの方に炊けさせるっていうの。まあ、2択っぽいところがあるらしいです。分かんないですよ、これも、うん。聞いた話だからね。ほぼ当てにならない。ね。 やっぱ自分の体感しない、自分で体感しなきゃいけないですよね。で、その体感したところでいい人であれば、その人に付き合うのもよし。ね。それで、やっぱ、まあ、投資は自己責任だって言ったかたくなにね、自分を戒めながら生きるのもよし。ね。まあ、いろいろですよ、こんなものは。で、自分がいいと思ったらいい。ね。自分が悪いと思ったら悪い。ね。人のせいにしないやっぱ人,人生ってのは気持ちいいと思うんで、後悔がないと思うんで、 まあ、オクポンさんがこうやって言ってるまあ、オクポンさんそれがいいと思ってまあそれで、まあ、どうやらね間違いなさそうなんですよ、うん、どうやら間違いがなさそう、ね、ピラミッドの頂点の情報を拾ってさえいればまあ、問題なさそうだなとでオクポンさんはもうこれに対して拡散しますよっていう役目、ね、これです私の役割です私が私で決めた役割なんです誰に言われたからでもない、ね、どうすればいいの って言われたときに、テレグラムグループ、どうすればいいのって言われたときに、5000人したい。ね。どうすっかなってどうすればいいかなって言われたときに、私、これしかないと思った。あのー、自分で情報を配信をしてる中で、埋め込んで、で、そこで、かじってかじって、ね。極力、こう、伝わるような、で、まあ、長いんだけどお、そういう話をね、できるようなあ形で伝ええー、まくるしかないと思ってね。 えだから、まあ、こういう感じになってるんですけども、あのー、テレグラフは、これね、かんどいた方がいいですよ。ここで終わんないんで、暗号通貨市場の市場がね、これ、詰まっても、詰まって2、3年後に私の中では詰まるでしょ。で、いい加減、まあ、上には上向くよ。で、詰まるでしょ。で、その詰まった時に、ああ、どうしようかなっていう時に、もう付き合えるような人たちなんじゃないかなと思う。ね。 えー、こういうところで、まあ、テレグラムまた付き合ってみてください。いいですよ、ほんと。ね。はい。で、これも一つ、私ね、これもいつも言ってる。あのね、マイニング、これやっといた方がいいですよっていう話。ねビットコイン、ビットコインまあ、来月キャッシュになるんだけどで、キャッシュの発掘になるんだけど、これ、まあ、マイニングはね、自分が動かなくていいから、まずね、そこ、そこ重要。 自分で、ああでもない、こうでもないって、能力をかけなくていい。それで増えていく。どう今言うと、そんなうまいことないって思うでしょうん。で、これも信じる、信じない、まあ、いろいろ、両論あると思う。ね。これを信じるんであれば、まあ、乗っていただいて、信じないんであれば、おっさん、コメント。ね、えー。ごめんなさいで、ね。それでいいと思います。ね。で、これで、まあ、信じる方っていうのは、マイニングって何なのってよくわかんない。で、これは、マイニングね。マイニングっていうのは、基本ね、 部屋に PCO でグラボってものを乗っけてでうわーってやって冷却をしてでそれでマイ,マイニング発掘をして増やすものでもこれ家でやったら大変なのよ大変手間も食うし機械も入れな買わなきゃいけないしでここのグループでやってるのはこの機械を勝手に入れ替えてくれる冷却も自分でやって人のところでやってくれるただ一回初期投資入れてよって話 で、初期投資を入れるんだけど、再投資側、初期投資入れるでしょで、奥本さんうまいこと言うね、ここで。あのー、これ減らないって言われるんですよ。再投資先を20%、30%ですると減らないって言われてて、で、こっちが70%、80%に置いとくでしょマイニングの報酬をそれでもらっとくでしょっていうのを分けていくと減らないって言われてる。ね。で、ど,どうせだったら減らない方がいいでしょ でその減らない雲に貼っといて20%、30%再投資で回してで減らないからそれでよしと。でそれであと寝とけばいいです。ね極論寝とけばいい。余裕がある方はこれを拡散してねまた次のフェーズに自分を乗っけるっていうのも手ですしまあ、よくわかんねえんだけど奥本さんに一つ1つ乗ってみっかなっていうのは本当寝て買って寝とけばいいです。はい で、サポートの方はこっちの方でね、えー、神様のような方がまたいらっしゃって、これもね、ほんと人ってね、すごいなと思う。いや、すごいよ。本当にマジで。ねうんと、フォローしますって、無償で。いや、どうしようって。僕ね、この人には何とも言えない。一回ね、絶対どっかへ会,会いに行かせてもらう。ね、どういう方なのか顔もわかんないし、ただ LINE だけでくっついていただいて、 本当、やって、もう2人、えー、くらいね、えー、2人3人ね、本当、フォローしていただいて、いや、本当ありがとうございますっていうところで、こういう方も言います。ね、こういう方にフォローしていただくことによって、自分がやんなくて、やんなくてってもう分かんなくても、本当、先行かれてるもう何百ってフォローしてますから、あの方。もっとかも分かんないよ。何千かも分かんない。うん。 で、それぐらいのことをやられてる方が、まあ、またいるんですよ、またね。ほんと、いい。もう、いいでしょそう、この世界いいのよ。こういう、中にいると、こういうふうになっちゃうんだもん、だって。フォローしてくださる方がいてね。で、私にこうやって情報をくださる方がいてね。ね。ほんと、いいでしょで、やっぱね、そういう方、あのね、やっぱり一人で動いててもどうもならない。で、自分ができることは分ければいいんですよ。 うん、お金がないんであれば労力をちょっと時間を分けるまあそれも一つのねボランティアですからね何でもかんでもお金コンビニ行って小銭を全部入れるっていうのはそれはボランティアじゃないですからねそれたい自分が大変だったらダメですから程度自分の余力の中で何パーセントじゃああげようかなっていう話だけなんですよ、うん、それで自分がね辛くなってボランティアは辛いでしょ うん、それは自分を大事にしていただいていいんだけどそれはもう余裕がちょこっとでも時間でもねあるよってでちょこいっぱい時間があってちょこっとのね時間ならいいよっていう方がいらっしゃったらちょっとこう中入っていただいてああだよここだよね自分が通った道を教えてくださればいいですね通った道をああ困ってる人いるなっていう時にちょっと手助けちょっとね、うん、あのー、そういうグループなんでまああのー まあそういうグループなんですよ、全体的にって。今、あの、マイニングの方の話をしながら、テレグラムの方の話に寄っちゃってるようなんだけど、そういう人たちが集まっちゃってるから、やっぱ全体的にそういうグループなのよ。うん。あ助け、もう人助けみたいなね。だって、それやんないと情報を拾えないでしょうん。文化流水の原則で、末端の人は、わけわかんない情報つかんでさ、で、今時ね、 アフィリエイトがあれでもニャホーでもニーっっってやってやたいないなしょ今だって資金がちょっとあればまあ資金がない方はと,ともかくとしてよ資金がなあるんであれば少しでもあればこれ暗号通貨入っちゃった方が楽なんだもんうん速度が違うようん10万円100万円150万円入って年収になっちゃったっていう人も私がねあのー、そのなんで暗号通貨が広がらないのっていうことを喋った人がそういう人がいますけど暗号通貨広がらない理由がないからね うん、広がらバブルがはじけるじゃあねバブル弾けるバブル弾けるって言いますけどまあ一理論ダイアクサイドとしてはあるんだけどじゃあね今から入る人にとってそれが弾けるのってどうなのかって言ったら私はないと思うあと23年は大丈夫だと思うただあのー、まあね程度低い確率的には超低いと思います うん、ここ2、3年で弾けるっていうのは超低いと思う、うん。だって金融ビッグバンなんだよ。ネットが社会にのインフラになったでしょ。だからそれと同じようなことが起きてる。で、それにネットで加速させてるんですよ。加速させられちゃってる。ネットがあるんだもん。だって次元飛んでるじゃないですか。ね。ある種のドラえもん的どこでもドアなんですよ。体はそこに行けてないんだけど、情報のやり取りって程度済んじゃってるでしょ。 で、それができてるわけだから、別に世界ってネットつながってればいいわけですよ。ねで、その中で通貨のやり取りができる。これ楽よ。ねわざわざほんと米ドルにしなきゃいけないとか、香港ドルにしなきゃい,い,いろいろあるでしょごじゃ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 。中国行くんだったらまた中国のお金にしなきゃいけないとかさ、面倒でしょで、ネットでつながってんだからさ、1個でいいじゃんって話じゃないですか。 で、それがまだまだ広がってないのよ。どう思いますあのー、よく言いますけど、日本ってのは ATM いっぱい、まありますよ。さっきも言ったかな。だから困んないでしょうけど、海外こんなことないっすよ。スマホ持ってる人たちはいっぱいいるけど、ね、あのー、ATM までね、近く、近くに ATM あるのって言ったら少ないっすよ。うん。したらもういいじゃん、もうネットでっていう話じゃないですか。そこが超合理的で、で、ここ、まあ、 あんまりにもね、淡泊すぎて。あんまりにも淡泊で、ここ、すごい飛んでんじゃないですか。ネットっていうものがあって、暗号通貨っていうものがあって、ネットが何なのかっていうのもまだあ分からない方も多分いらっしゃると思うんですよ。使ってて。ネットって危ないんですよ。使い方によっては。自分っていうものを晒してね。で、自分が晒してしまって、そこもう自分を売ってるようなものですからね。私もそうですよ。 私、情報をこうやって配信してるんだけど、奥本さんはもうこれ、弾けないんですよ。これだけ拡散してるから、弾けない。で、まあ、弾く時には弾くって言いますから、ね、言わないとこれ危ないよ。自分の身も危ないしね、逆に。身も危ないって言いましたけど、こうやって毎日配信してるでしょ。そうすると、身も守れ,守れるんですよ。これがネットなんですよ。あれ、奥本さん、この辺のこの時間にいつも、お 動画をね上げて音声上げてんだけどなんでこれ音声上がってないなこの人あなんかあったのかなってだってあんな金があるだとかないなとかって言ったらそれを襲う人もいんのかなっていうそういうリスクをここでな、あのー、くしてるんですよこういうだって音声をこうやって上げてるでしょだから今言ったところあるじゃないですか部分部分で上げてる部分っていうのがあって時間でね2日も上げなかったらこれはたびっくりしますよみんな おそらく。あれ、オクポ本さん音声こんだけ上げてたのに、なんでこの日だけ2日、もう2日経つよって。あれ、これオクポ本さんなんかあったんじゃないのっていうのが多分普通だと思う。うん。本当その、その理由もありますよ。でもその理由は薄いね。コンマ1%ぐらい。ね。あのー、周りをとにかくね、要所要所、要所体調なんでね、要所し,しなきゃいけないわけですよ。ね。要所し,して、 で運ねみんな動きてんだけど動けねえんだよねっていうところをなんかよくわかんねえなこの男っていうところで私を使っていただいてねツールとして使ってで使い倒してねでそれで上がってくれればいいんですよその人はで少なくとも私はそれで人助けになるわけじゃないですかねで別に私に還元してくれっては言わないね周りに還元してこういう世界があるんだよって奥本さんの名前いらないからこういう世界あるんだけどやってみないってその人がねじに伝えてあげる でも時間かかるかもわかんない。その人に浸透するの。ね。今伝えて、今時代に別にう必要とはされてないじゃないですか。日本ではね。日本では。ね。ここを強調します。あのー、必要とされてないでしょ。その中で発信するんだもん。それはね、伝わんないよ。普通。うん。普通は伝わんない。うん。なので、程度多分時間かかる。で、そういうふうにして、みんなはハッピーになっていけばいいんじゃないかなと思うんですよね。 自分が金持ちになったら、自分、欲求を抑えて、その欲求をむ満たしながら、それをね、やっていただけると、本当にね、また拡散の仕方が、あすごいのかなと思うんで、まあ、お金つかんだ、あ、もう程度、このあと何年いれば大丈夫だなと、あ、もう、障害収支になる、それ以上のものを稼いだわって、今まで我慢してたことを、これからやっても、十分足りるだけ稼いだわと。 それが見えてててくくるる人たちっうのは大勢出てくると思うんですよでそれが見える前にね動いてあげてでアウトプットすることによって真のねインプットねしっかりと体にスコッと入るんででそこでスコッと入ったら楽だからねまたねあのふ、ー、に落ちるからごちょごちょがなくなるんでねでそういうことを解決していくと自分のためにもなるとでみんながハッピーと単純でしょ単純なんだけど あのー、まあ世の中こういうんだよね。人の不幸は蜜の味だとかね。こういう人がいる。まあ確かにね。週刊誌が売れるから。それもわかる。でもそんなところで労力売ってたら無駄無駄。もったいないから。で、みんながハッピーな中にいれば、ハッピーになりますから。ね。うん。そこはね、あのーあ、間違いないですから。で、これだけね、一つ釘を刺しておきますけど、テレグラム全部無償でやってるんですよ。全部ね。 でその主催者の方も無償です、親方もね、無償でやってます、ね情報も、だって自分でリスクしかないんですよ、やってる方は、親方はね、リスクしかないんだけど、それでもやってるんですよ、リスクって何なのって言ったら、あのー、自分でねでその情報を拾ってくるでしょ、で自分で情報を拾って拡散するわけだから、すんごい責任重大じゃないですか。 でそれいいよって言って拡散軽く伝えるからまた伝えるねあれなんだけどその大丈夫だよっていう感じではなくていやこういうのがあるから乗ってくださいみたいな感じのノリはねでそういう感じだからその自分が大変な思いしてきたとか大変な思いとかもしかしたらないかもわかんないんだけどその行動してね動いてきて拾ってきた生の情報を広げてくださるわけですよ。そこにまたね んにくいんですよこのこのここはまたにくくてですね一つあるわけですよ一つ手助けをしてくれるこれは他のグループでは多分ないと思ううん。他のグループでもやってらっしゃる方はいらっしゃるとは思うんですけどもこれはねだいたいないでそれをやってくれるんですよで普通だってそこやっても何のメリットないですよ多分あの自分のその金銭的メリットっていうのかな 金銭的なメリットはないでしょ。で、それをやってくださるんですよ。その答えは中にありますから、拾っていただいて、がばっとね、その純度が高い水を飲んでいただいてね、いいんじゃないかなと思います。ね。ビットグラブもやってください、これ。ね。置いとけば増える。で、増えたお金をここに入れてください。無茶してやるんではなくて、テレグラムに入って、もうけちゃったよ。じゃあどうしようかなーって言って、リスクヘッジでね。 で今度下落が来た時に耐えられるんで、うん、今回の下落持ってた人大変だと思うよ。20%も35%も下がっちゃって。で、私は何回もこれを経験してますから、あこんなもんなんだなーって言って、資金があったら買い増したかったなーっていうぐらいで終わっちゃってますけど、あのこういうことってなんとなくあるんでね。うん、で、こういう時が起きた時に、いやー、また下がっちゃったよーってなるのか、思っ 俺これあるよ。俺枚数そのまんま維持してんのあるんだよね。みたいな。もう全然気の持ちようが違うじゃないですか。こっちは、ああ、もうって言ってるところ、いや、俺これあってよかったわって、資産逃がしといてよかったわって言って、この資産逃がしてんだけど、増えてくでしょ。非常に、うん、このシステム最強ですよ。はい。まあよかったらね、絡んでみてください。これはね、テレグラムは本当は入ってください。絶対ね。はい。 は間違いないんではい。それではね。素敵なコインライフをお送りしましょう。